はい、こんにちは、ケイドラです。今回は呪術廻戦コラボ第2弾引いていこうと思います。早速いきましょう。提供割合はこちら。一応2弾のガチャでも1弾キャラは出るんですけども、前回運極にしたのでこっち引いていきます。レッツゴー。まあ、とりあえず全キャラ2体ずつ欲しいって感じでいきます。で、コラボの確定演出もあると思うので楽しみですね。1弾の時もあったんですけど、まあとりあえずこれは、はい、草壁さん。1弾の時の確定演出がなんか特級呪物みたいな卵が出るんですよね。ナナミン、いきなりナナミン 0.6% 引きました。まあ、多分それとは違う演出があると思うんで期待しております。まあ、最近結構ね、あっと驚く系の確定演出多いからね、楽しみ。まあ、本当に凝ってますよね、モンストって。 SS の演出もそうですけど、まあ、あとは、まあ、コラボの、特殊演出かな。コラボクエストとかで特定のキャラを連れていったら、なんかボイス変わったり演出が入ったりとかするんですけど、本当に力入ってるんですよね、コラボに関しては。で、この確定演出もそのうちの一つ、めっちゃ力入ってるんで、毎回楽しみ。虎杖、また 0.6% 引きましたね。星玉たまります。で、今回ね、新種の時の余ってるオーブを使ってるんですけども、まあできれば1000個以内に仕留めたいな、2体ずつ。よし、 OK、 とりあえず1体目 OK。 メイメイ、あのトンネルですよね、渋谷の地下鉄かな、東京メトロ。ワトソンとメイメイ。まあでもメイメイもね、本当にどこ見てるんですかね、全然意味わかんない制度なんですよね。体勢全振りって感じですけど。お、伏黒やん、やった。あと1体でコンプですけど、とりあえず目標は2体ずつなので、レッツゴー。あとはコラボ確定演出を見ること。これめちゃめちゃ大事ですよ。やっぱりコラボ確定演出見ないと始まらないですから、コラボは。止まれば、釘先か、前回の新イベキャラの3体どれか。頼む。でもね、ここまでさ、東堂が全然出ないのって、まだ追加来るんすかね？いや、ないか、さすがに。まあ、コラボ初日からね、超究極が来るんで、多分、コラボの追加超究極は、2個あるんじゃないかなと思ってるんですけど、で、わざわざこのなんかスパンを早めてやってるからさ、コラボの超究極を、まあ、あのキャラたちが出るんじゃないかなと思っております。はい、爆死。まあ、草壁さんはまあ結構強かったっすよね、使ってみた見る感じ。貫通タイプ星4号では初の3方向追撃で、まあ、友情ブースト持ちで火力も高いし、まあ、SS はね、ちょっと、あ、止まった。釘先かな。OKOKOK、コンプしました。コンプ早いぞ。早い。今回結構バランスよく出てくれてますね。よし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 。111ね。はい。まあ、使ってみた動画では、なんかリンクスシベリーで使ってたんですけど、あのクエスト地雷倍率アップしてるんですよね。なんで、まあ、余計強く見えてるんですけども、まあでも普通に強いと思う。メイメイ、よし。コンプ、プラス1体。で、あとはコラボ確定演出見してくれ。ないかな、この辺で。何もなし。確定なし。まあ 12% 中の 5.4%。ベートーベン。6.6% 引きましたね。うん。まあ2段系のガチャはね、やっぱりその星6が出るイコール、まあ約2分の1ぐらいでコラボキャラ出るんで、それが美味しいですよね。ラー。さあ、500個使いました。目標はまだ達成できておりません。コラボ確定見ることと、もう1体ずつかな。
コラボか、メイメイ3体目。これメイメイがめっちゃ上振れるパターンかもしれない。怖い。油断してると来るからね、コラボ確定。まだ出ないですね。てかそもそも確定演出が全然出ない。コラボキャラはまあまあ引いてるんですけど、モスコミュール、五条先生がまだ出てないっすね。獄門鏡入ってるな、これ。メイメイ4体目。怖い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 。そろそろ確定来てもいいんじゃない？なんかの確定来てもいいよね。何これ、全然来ない。去年ね、一発目の10連目で確定演出来たりとかね、結構びっくりすることあったんですけど、ブラダマンテ、ブラダマンテ、ブラダマンテ、いつも分かんなくなる。星玉、次、3回目かな。あ、出たこれ。一段時のやつだ。だこれは五条先生か、虎杖か、七海。虎杖、懐かしいね、これ。あったね。二段系のやつ、何もないぞ。さあ、星玉は仕事してくれた、よし。二体目、釘崎。領域展開、無料空襲。うわはかっこよ。必中やって。ああ、領域展開してますね。うわ、そう来たか。領域展開来たか。これいつもね、指どっちか分かんなくなっちゃうんですけど、こっちで合ってるかな。領域展開来た。ご女性、必中です。あっつこれ。めっちゃいいやん、これ。テンション上がるわ。そう来ましたか。領域展開来たか。ここで、釘作じゃなくて、惜しい。伏黒出てくれたら完璧でしたね。あとはもう伏黒のもう一体にかけます。いやー、かっこよかった。五条先生、領域展開してくれた、無料勲章してくれた。我々は無料勲章かけられましたね。伏黒出てくれたら終わりたいけど、まあ1000個ぐらいもう使うね。これ900個目。ここまで来たら1000個使いたいな。結構テンポよく引いてますけど。牛黒、欲しい。まあ、コラボ、お、確定だった。コラボのね、星4号のラック球児はね、まあ、無理して作らなくていいっていうか、どっちかというと4体ぐらい手持ちに確保する方がいいよね、最近は。虎杖、虎杖出すぎ。いやでも見れてよかった。確定見れてよかったわ。これでオーブ1000個目。メイメイ5体目。はい、まあキリもいいのでガチャはこの辺にしますか。よっしゃ、オッケー。4回目の星玉でキュピン来ました。星玉のキュピン率は4回目以降 25% に上がってるという統計が出ていますので、ちょうどこれ 25% 引いたのかな。よし、めちゃめちゃいい終わり方だ。2体ずつ引けましたね。伏黒恵、今日ね、夜パパグロも降臨しますから楽しみですね。はい、まあそんな感じでオーブ仙骨使ってみたでございました。よかったらね、皆さんの結果もコメントなんでぜひ教えてください。ご視聴ありがとうございました。ぜひ高評価、チャンネル登録お願いします。それではバイバイ。